はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は筋トレメリットをまとめた話をしていこうと思います。まあ、筋トレって普段ね、その心理学とか脳科学の話をしている中でどう関係するのっていうふうに思われる方もいるかと思うんですが、まあ、筋トレをするとね、メンタルの向上に効きますよっていうところなので、やっぱり筋トレっていいよねっていう部分で紹介していこうと思います。で、筋トレはね、メンタルに最強に効くっていうところなんですが、筋トレをすることで、どんな風にメンタルにいいのと、結局ね、そのメンタル向上につながるよ、メンタル向上につながるよっていう話っていろんなところで聞くと思いますし、僕も何回も話をしてきてると思うんですけど、結局どんなところに効くのかっていうのを、詳しく話していることってあんまりないんですよね。とりあえずメンタルにいいからやってみたらどうっていう程度なので、じゃあどんな風に効くのかっていうのがまとまって情報を手に入れることができましたので、それを紹介していきたいと思います。で、筋トレっていうのはメンタルとそれから脳機能への評価として非常にいいというところなんですね。詳しく見ていくとこんな感じなんですよ。筋トレをすることによって不安が減ると、それからただしもともとメンタルが健康な人には効果があるんですけど、一方で不安障害といったメンタルが不健康な人には効果がないということなんですね。だからまずはその不健康な方に関して、そのメンタル的に不健康な方に関しては筋トレを始めてメンタルを良くしようっていうことよりも、まずは精神科医とかに行ってメンタルを健康な状態に戻してから筋トレするのが吉っていうところですね。はい。で、続いて筋トレはメンタルの慢性なしんどさを100点満点で表したときに6点から10点ほど下がる効果っていうのがありますよっていうことですね。で、慢性的な疲れを感じる人であれば筋トレをしたら効果ありと。で、慢性的な疲れって一体何かっていうと、朝起きてしんどいとかね、何もしないのにだらさを感じるみたいな人ですね。そういった人は筋トレをするのが吉というところです。で、それから筋トレをした高齢者の認知機能は上がったと。で、特に記憶力の改善なんかには効果が高くって、加えて筋トレと有酸素運動、だからバーベルを使っているのは激しい筋トレと、それからランニングするといった有酸素運動っていうのを組み合わせると能力、脳の力がアップするというふうなんかに言われたりしています。で、それから若者に対して同じ効果、その老人が筋トレをすることによる効果が果たして出ているのかどうかっていうのは残念ながらまだ明確になっていないというところですね。で、それからどんな運動であったとしてもうつ病改善には役立つっていうふうに言われています。だから筋トレも同じで、筋トレを行った場合もうつ病改善効果があるというところですね。だから運動と筋トレってまたちょっと別になるので、スポーツをするとかね、筋トレをするとか、ただどっちをやったとしてもうつ病改善には効果があるのでやった方がきちっというところです。そして続いて筋トレの効果が出やすいのは若くて身体的に健康な人がうつ病にかかった場合なんですよ。だから年をとってちょっと体が重くなってきた方々にとってはうつ病の場合はちょっと筋トレの効果っていうのは小さくなるらしいというところですね。ただその小さくなるっていうだけで効果が出ないっていうわけじゃないんで、やった方がいいという話です。そしてエクササイズっていうのは慢性疲労にも効くと、エクササイズで言うとなんだろうね、ビリーズブートキャンプとかですかね。はい。っていうのも筋トレもあるんですけど、先の通りで激しい運動とかよりも、散歩といった負荷が大きすぎないものの方がいいかもしれないというところです。あ、って考えるとビリーズブートキャンプは負荷が大きすぎるんで注意ですね。はい。で、筋トレには自尊心の効果アップっていうのも認められるというところですね。で、きついトレーニングをこなしたことによって、で、それを乗り越えたっていう経験とか、自分の体が見た目からして変化していくっていうことで自信が高まっていくからというところがありますと。こういったところが筋トレをすることによってメンタルとか脳機能への評価高まるよっていう話なんですね。なので全体的に見ると不安とか鬱とか慢性疲労といったところの改善効果っていうのは見込めそうと。ただし通院が必要なレベルの不安障害に見舞われている方に関しては効果が得られないので、やっても無駄、無駄というか順番をまずは病院に行きましょうと。病院に行って健康になってから筋トレを行いましょうという話ですね。じゃあ筋トレにメンタルが改善される効果あるっていう理由は一体何なのかっていうと、テストステロンの増加とか神経系の適度なストレスで脳が強くなっていくとか、それからも体の変化による自信がつくといったことが考えられるんじゃないかっていうふうに言われていますんで、筋トレをやることっていうのはもう本当にいいことばっかりだっていうところですね。で、メンタルに効く筋トレ法って一体何なのかっていうところなんですけど、じゃあ筋トレって何でもかんでもやったらいいのかっていうと、実はそうではなくって、メンタルに効く効果が高まる筋トレっていうのもあるというところなんですね。で、これのガイドラインですね、どんなことやったらいいのっていうのを軽く紹介していくと、負荷が高い
ハードな筋トレをするっていうよりも、少し緩めの筋トレをする方がメンタルは改善しやすいってことですね。まあだからちょっと長く、で、過度なストレスを与えすぎないくらいの筋トレがいいと。例えばバーベルをマックス100キロ上げることができる人が、毎回100キロに挑戦するっていうのではなくて、80キロくらいをこなせる回数を行うと。まあだから10回とか15回上げれる回数を行うっていった感じですね。とか、10km 走ることができる体力があるのであれば、毎回まあ5、6キロから8キロくらい走って、ちょっとまあ余力が残るくらいのハードなトレーニングをする方がいいという、そんなところですね。それから筋トレ初心者の方に関しては、週 2,3 日のペースで負荷のかかる重さを調整して、8から12回程度できる回数っていうのをこなすと。で、12回を超えてできるような重量で、まあ、例えばダンベルとかバーベルとかスクワットとかねっていうのをやるのであれば、少しずつ重量を増やした方がいいですっていう話です。そして筋トレ中級者に関しては、週に3回から4回くらいのペース、重量は初心者と同じで OK です。そして筋トレ上級者に関しては、週に4回からそれから5回で、重量に関しては初心者と同じというところですね。で、これは重量に限らず、長く続けられるペースと重さで筋トレを続けていくっていうことが大事なんですよ。だからあいつよりも俺の方がなんか重いものを持ち上げられたぜとか、あいつよりも長く走ることができたぜって、そんなことはどうでもよくって、常に週に2回なのか5回なのかっていう回数の差はあれども、1年2年3年5年と筋トレをずっと続けていくことができるかどうかっていうのが、生涯にわたってのメンタル面での健康を保つことができるかっていうのが変わってくるという、そういうところですね。で、今日のお話をまとめていくと、改めてね、筋トレの効果っていうのを並べていくと、不安感が減少しますと。そして慢性疲労の緩和、そして認知機能の改善、記憶力が向上する、そしてうつ状態の緩和、そして慢性疲労の改善、そして自尊心の向上というところなので、メンタルを改善したいなと、まあ、ちょっとうつ傾向があるなとか、毎日こう朝起きた時にしんどいだるいなって感じている人に関しては、メンタル改善を行いたいと考えている人についてはやっぱり筋トレって必須だよねっていうところですね。なので、自分のできる量とかペースっていうのがあるかと思いますんで、そのできる量とかペースの範囲内でまず始めてみられるっていうことをお勧めいたします。ということで、本日は筋トレってめちゃめちゃ効果高いぜっていう話をしていきました。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。